今回のマインクラフトは60秒ごとにいろんなマイクラ実況者さんに変身します。全部で17名の YouTuber さんの能力を使ってエンドラ討伐していきます。それではグッドラック。はい、どうも皆さんこんにちは、ヤギです。今回はね、説明する時間がちょっとないんですけど、はい、早速ね、プチプチさんに変身しちゃいました。今回はなんとね、1分ごとに他の YouTuber の方、いろんな有名 YouTuber の方に変身してしまうマインクラフトです。ということで、プチプチさんの能力はね、でかくなるっていう能力だったんですけど、次は、なんとオンリーちゃんに変身しましたね。オンリーちゃんの能力は、ブロックを壊すと、こんな感じで鉄に変わる能力を持ってます。まあ、これはね、オンリーちゃん最近鉄線という企画に出てたので、まあそれに関する能力ですね。なんか罰ゲームでめちゃめちゃ鉄を集めさせられていましたが、次は誰だ？なんかハゲてる犬たぬきさんになっちゃいましたね。今回ちょっとスキンを変えるモッドみたいなのを無理やりね、自分のモッドと組み合わせて使ってるので、まあこういうことも起きちゃいます。すいません。犬たぬきさんの能力は、まあ地面にあるブロックをね、ランダムに変える能力です。はい、これでいいブロックがもしかしたら集まるかもしれない。あー、キーある。キー、この辺に全くキーないから、このキーめっちゃ大事。今なに、え、待って、オンリーちゃんになってるからこのキー掘ってもキーゲットできないわ。ちょっと待って、とりあえず木があるところ行きたいな。こんな砂漠の中ちょっと無理だわこれは。もっと待って、これはピクトさんに変身しましたね。いや、早い展開が。ピクトさんは今ね、呪術回戦の企画をやってらっしゃるので、反転術式でね、回復しながら、まあね、技も使えるんですけど、今はね、無理やり技使わないで、ちょっと、後でね、また変身した時に使いましょう。とりあえずブロックをね、壊してやっていこう。あ、待って、たこ焼き、ヤギさん本人に変わりましたね。ヤギさん本人は今見ての通り、ジャンプすると、アイテム全部出ちゃいます、体から。落としちゃいます。ヤギさんってすごく雑な性格をしているので、まあ、こういう落とし物も多いんですよね。ということで、それをね、元にした能力です。次は、お、エトさん、カラフルピーチのエトさんになりましたね。またスキンちょっとなんか、おかしい気がするけど、まあ、エトさんは、周りのモブ、あ、周りにモブがいないからわかんねえな。まあ、ハートがめちゃめちゃ出てますね。まあ、後でね、能力は、わかるでしょうということで、まあ、今回ね、マジでいろんな方に許可をね、いただけたので、それも相まってね、今回めちゃめちゃ参加してくれてる YouTuber の方多いです。参加っていうと言い方ちょっと違うかもしれないんだけど、まあ、とりあえずやっと木を見つけられたから木を掘りましょう。まあ、プチプチさんね、体でかくなるからもう手もねめっちゃ遠くまで届くんで、この状態で掘っていこうと思ったらちっちゃくなっちゃった。あれ、これは、あ、飛び石のしゅんさんですね。飛び石のしゅんさん、僕高校からもうそんぐらいの時から見てて、その時からパルクールがめちゃくちゃ上手かったんで、こんな感じで高くねジャンプできるようになっております。はい、落ちる時もねゆっくりで、移動がねめちゃめちゃね楽になりますね。食料かな。うわ、ゆうまくん、メメントリのね、ゆうまくんに変身しましたね。メメントリのゆうまくんは、山田くんとゆうまくん本人にですね、能力どうしようっていうのを聞きまして、能力はですね、掘るとね、直下掘りとか、いや、あ、待って待って、やばいやばい、待って、カーボンさんになりましたね。カーボンさんはなんと、シフトを押すとね、こんな感じで地下にね、行くことができます。まあね、これなんでこういう能力かというと、メントスコーラをやってみた企画のショート動画があるんで、そちらを見るとね、なんでこの能力なのかっていうのがわかりますね。あ、カーボンさん2連続来た。オンリーちゃんの能力で、これ、ピッケルがね、作れますね、鉄集まってるんで。で、残ったやつはバケツにして、そして、次は、マイッキーさんになりましたね。マイッキーさんはね、水の中で使える能力なんで、今はちょっと使えないですね。タイミングがちょっと悪かったわ。とりあえず、ちょっと斧とか作って、あ、待って、体ちっちゃくなっちゃった。あ、ふうはやさんに変身しました。プチプチさんとはね、逆でね、体ちっちゃくなるんですけど、めちゃめちゃ足が速くなります。はい。待って、あ、死ぬ。これね、花火が出るんですよ。スキンが変わるときにね、花火が出るんで、多分それで死んじゃうかもしんないっすね。これやばいな。死んじゃった。ということで、園長さんにね、変身しました。園長さんの能力は見ての通り、これ周りがね、気になる能力なんですけど、さっきまで集めたね、アイテム全部なくなったのちょっとやばすぎるんで、探しに行きましょう。あ、シュルカーボックス、これも持っておきたい。あれ、これ手で掘れる？もしかして。お、掘れる！オッケー、シュルカーボックスゲットできた。うわ、ダイヤもあるじゃん。犬たぬきさんの能力で変化させたやつから、ちょっとアイテム欲しいな。お、善一さんに変身しましたね。善一さんの能力も今はちょっと使えないんで、後で使いたいと思います。お、待って、村があった、村があった、なんとか、村があったら、お、待って、これはヒカキーさんになりましたね。なんか目が、あ、なんか、え、なんか目が、メガネがない？メガネがないんですけど、ヒカキンさんに変身することができました。めちゃめちゃダイヤがね、出てきますね。いきなり、いきなりこれもう大富豪になったぞ、これ。しかも、ヒカキンさんだと空中をね、浮くことができるんですけど、まあ、一瞬でプチプチさんに変わっちゃいましたね。まあ、プチプチさんもね、歩くのめちゃめちゃ早いんで、移動めちゃめちゃして、とりあえずここたどり着いて、ベッドを回収しよう、ベッドを。うわ、ちょっとプチプチさんでかすぎる。プチプチさんでかすぎてこの家入らない。オッケー、オッケー。
ケー。マイッキーさんに変身してね、サイズが元に戻ったんで、これでね、今のうちに集められるペットとか、あ、てかめちゃめちゃ掘るスピードこれ上がってるね。そしてエトさんの能力、これね、さっきからハートが出てるんですけど、これ周りのね、方にもこれハートが出ます。なんとね、これみんなにね、回復をね、上げてます。はい。ヒールしてます、これ。自分も含めてね、体力回復するんでめっちゃ強いです。ちょっと上のチェンジタイムがね、出てなかったんで、あ、すいません。戻しました。お、待って。ウォーターチャレンジさんになりましたね。すまない先生に変わったんで、モブを倒す能力がついてるんですけど、これね、殴ります。はい。殴ると、はい。なんとね、ダメージをね、広範囲に与えることができるという能力なんですけど、なんかいきなり攻撃し始めた。あ、だけど体力回復ついてるから、無敵だ。これ無敵だ。だけど、待って、これさ、ゴーレムさんも回復してない？ダメだね、これ意味ないね。とりあえずベッド回収できたのはでかい。オンリーちゃんに変わった。今のうちちょっと鉄集めよう、鉄。っていうかもう体力っていうか食料がなくて走れない。こんなにもダイヤモンド持ってんのに走れないって今やばい状況だぞ、これ。マグマ溜まりあった。これはでかい。お、大原メンサになった。ノズル社の大原メンサになりましたね。大原メンサの能力は、こんな感じでね、ダイヤを拾います。するとなんと焼き豚になりました。アイテムを拾うと、それがね、全部焼き豚になるっていう能力ですね。建築系の能力にしようかなと思ったんですけど、まあ、今回はそんな感じで、食料をね、めちゃめちゃゲットできる能力です。お、待って、ドズルさんになったね。ドズルさんに変身しました。ドズルさんは、こんな感じでアイテムをね、捨てると、なんと手持ちがドズります。はい。アイテムだらけになります、手持ちが。お、待って、砂漠のピラミッドあった。あっち行こう、あっち行こう。待って、これさ、砂利ゲットしようと思ったのに全部焼き豚になっちゃうわ。大原面差になってるから。あ、ピクトさんになったね。今のうちに砂利集めて、オッケー、移動しよう。そしたら、この砂漠のピラミッドに入ろうと思うんだけど、まだ木材がないと。お、プチプチさんに変わった。もうなんでさ、こんなに木ないの？いや、超絶運悪いんだけど。やっとたどり着きましたね。ここに来たんで、ここで一旦寝ましょう。オッケー、朝になりました。クラフティングテーブル作って、ダイヤ装備にしちゃおっか。オッケー、ダイヤ装備。全身ダイヤ装備になりました。一応まあシャベル、まあいっか。うわ、待って、クラフティングテーブルが金になっちゃった。これだと木材回収できないから、今のうちに金を回収しておこう。やっと木材めちゃめちゃ集まったんで移動していきますね。待って、いたいたいた、クリーパーか。びっくりした。善一さんの能力ね、まだ使ってないんで使いましょう。モブにかー、待って、早っ、まあ、変わっちゃった。今はウォーターチャレンジさんになってますね。まあ、ウォーターチャレンジさんの能力、まあ、しっかりさっき説明できなかったから説明すると、攻撃がね、範囲攻撃になります。はい。しかも攻撃力めっちゃ上がります。まあ、そういう能力なんだけど、まあ、範囲はそんなにでかくないみたいだね。お、ヒカキンさんになった。オッケー、宙が受けますね、これで。ずるいなこれ。まあ、宙受けるので、この間にマグマ溜まりを探したい。っていうか、ちょっとこれ、上に過ぎると落下ダメージやばいから、下に降りておこう。オッケー、下に降りて、あ、待って。わ、あ、アイテムが全部脱げちゃう。ヤギさんになっちゃったから、全部脱げちゃった。これうざいな。ヤギさんマジで最悪な能力だ、これ。バケツ作りましょうか。2個ぐらい作っておいて。オッケー、そしたら、あ、待って、いやー、クラフティングテーブルが鉄になっちゃった。オンリーちゃんになるタイミングがちょっと悪かったな。そしてここにね、エンダーマンいるんで、これ倒しておきましょう。はい。はい。お、かかってこい。ほら、オッケー、エンダーパールゲットした。危ねえ。あれ、マグマ溜まりだったよね。さっき見つけたマグマ溜まりみたいなのがそこにあるから、そこで、レザーゲート作ろう。ここに、レザーゲートを作っていきます。お、カーボンさんに変身しちゃった。これはね、シフトを押すと、あの能力が発動するんで、シフトを押さないように気をつけながら、レザーゲート作っていこう。あ、待って、シフト押しちゃった。アホすぎるな。なんで今自分で言ったのにシフト押しちゃったんだ。お、ドズルさんに変身した。今のうちに、あ、これもしかして黒曜石ゲットしたら、もうそれ増やせるくない？そっちの方が戻るのも楽だし。あー、1分。やばい、1分早い。黒曜石、早く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 。黒曜石ゲットしたら、これを捨てて、あー、待って。あ、もっと捨てて。あ、待って。やばい。どっかいた。どっかいた。待って。もうやばい、ダイヤモンドの量になっちゃった。園長さんに変わったから、これ、ネザーゲート消えちゃった。めちゃめちゃこれうまくいってないんだけど。とりあえずこっちにね、作り直します。もう一回。園長さんに変わった瞬間に、ネザーゲートこれなくなっちゃうから、いや、結構急がないとやばいぞ、これ。あー、待って。ちっちゃくなっちゃった。あ、園長さんに変わっちゃった、もう。ダメだ。この方法でやらない方がいいわ。しっかりと、これ、黒曜石集めましょう。いやー、採掘速度上がるマイッキーさんとか、黒曜石増やせられるドズルさんとかがいいな。もう一個だけ黒曜石持っておいて、よし、ネザーゲート作ります。水回収して、うわ！もう、めんどくさいから木材置いて、はい、はい。オッケー、待って、犬たぬきさんになっちゃった、もう。せっかくレザーゲートほぼ完成したのに。ヤギさんに変わったから、ジャンプしないように気をつけて、まあ、とりあえずシュルカーボックスに、このダイヤめちゃくちゃ入れておこう。金のブーツ作っておきます。待って、ヒカキンさんになっちゃった。あー、もう、ダイヤ全部しまったところなのに。黒曜石に変えればいけるから、ダッシュで行こう。ちょっと離れとこう、今のうちに。怖いから。次誰になるか分かってから行こう。オッケー、プチプチさんになった。
来たー、火打ち石来たから、これで火打ち石作って、オッケーオッケーオッケー、ダッシュで行くよ、ダッシュで行くよ。火をつけて、オッケー、ネザー行きます。やっとだー、ネザー行けたー。いやー、待って、時間ない、時間ない。急げ、急げ、急げ、急げ。うわあ、危なー、園長さんになった。あ、ネザーゲート消えちゃいましたね。あ、ヒカキンさんになった。今のうちだ。ネザー要塞探してブレイズロッド集めたい。結構近くにネザー要塞ありました。ちょっとブレイズロッドをね、ちゃちゃっと回収して戻りたいと思うんですけど、今、風早さんの状態だから足早いから、今のうちにネザー要塞入っちゃおう。あ、ユーマくんに変身した。縦とか横とかに掘れる方法。あ、これ大事だ、意外と。え?めっちゃ落ちた。オッケー、ネザー要塞到達しました。ということで、ブレイズね、いないかな?いったー!ブレイズのスポナーあった。ということで、ちょっとこれ、ちゃちゃっと回収しよう。うわ、ドツルさんに変身した。今のうちに黒曜石を増やして、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 今だいぶ増えたんじゃない?これで。あ、40個、オッケー、増えました。ということで、あとブレイズ倒してブレイズロットを増やしたいんだけど、あー、この今回のドズルさんの間にはちょっとブレイズね、ゲットできなさそうですね。来た、ブレイズ!オッケー。今ね、オンリーちゃんの状態なんで、なんか上手くなった気がしますね。とりあえずブレイズロットゲットしたんで、あとはもう、帰っちゃおうかな。もう帰っちゃいましょう。火打ち石で、ネザーゲート作って帰ります。オッケー。大丈夫?犬たぬきさん、危ない、危なかった。今の状態だったら変わらないみたい。あー、もう動いたらアウトだったね。めちゃめちゃこれ変わってるわ。そしたらね、ドズルさんに変身したら、ブレイズロットとエンダーパールを増やして、それでエンドラ討伐していこうと思います。まあ、それまでね、他の方の紹介しない能力があったら、ちょっと紹介したいと思うんだけど、まずマイッキーさんは、海の中でね、めちゃめちゃ移動できるようになります。呼吸もね、まあ、亀なんでね、生活できます。っていう能力をね、持ってるんで、まあ、海移動するってなったら、マイッキーさんに変身したいですね。オッケー!ドズルさんに変身した!オッケー、今のうちにエンダーパールとブレイズロットをめちゃめちゃ外に出すことによって、これめちゃめちゃ増えます。はい。待て、そっち側に飛んでってる。これじゃ足りない。オッケー。どんどん増やしてって。オッケー、これで十分だね。オッケーオッケーオッケー。あ、善一さんに変わった。今のうちに善一さんの能力をね、使いたいと思います。敵モブに使うんですけど、待って、いない。いないからもういい。誰でもいいから。お、ヒカキンさんに変身した。じゃあ今のうちに行こう。それしかない。今のうちにこっち側に移動して、めっちゃ移動しよう、めっちゃ移動しよう。もうできるだけ移動しよう。オッケー、マイッキーさんに変身したから水の中をめちゃめちゃすごいスピードで移動して、犬たぬきさんに変身したから一応なんか軽い空中移動みたいなことができるね。お、善一さんに変身した。次こそは能力使いたいけど、いないんだよな、モブが。モブ、モブ。いるけど、遠いな、ちょっと。そう、モブを右クリックすると能力発動するんですけど、待って、なんでこんないつもタイミングよくいけないの?あー、間に合わなかった。ピクトさんに変身した。ピクトさんのね、能力使いましょう。ピクトさんの能力は多分ここら辺でも使える。なんと、まあ、ね、呪術回戦に関する、ま、能力で、なんか、はい術式判定みたいな、なんか、そんな感じのね、能力を使うことができます。ほらほらほらこれ強いっすね。お、善一さんに変身したの、使いますよ、能力。はい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 、なんとですね、もう一発、敵モブを瞬殺してしまうという能力です。マイゼンシスターズさんの能力、これでね、二人とも、使うことができました。ん?お!行った!行きました!この下が。オッケー、やっと着きました!死にかけた今、だけど危な。カーボンさんに変身したいな。さすがにそんなうまくはいかないか。うわ!これあれじゃん、木の場所じゃん。図書館に行ってた。おお、風配さんに変身した。オッケー、今のうちにめちゃめちゃ超スピードで探しに行くよ。おお、着いた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 。待って、これ壊させて。もうやばい、もうなんかいろいろとやばい、いろいろとやばいよ、いろいろとやばいよ。待って待って、園長さん、もうちょ、ほんとやばい、ほんとやばい。これダメだ、園長さんの状態で近づいたらエンドのゲートが消えちゃうから気をつけないとやばいわ。風配さんになった。今のうちに、今のうちに、はい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 、はい、はい。オッケー、行きます。もう行っちゃいます。エンド、上に上がっていくよ。よいしょ。ライダーの脱ぎは。うわ、園長さん、水がなくなった。とりあえず、エンダーパールで移動するか。お、ヒカキンさんになった。今のうちだ、今のうちだ。うわー、痛い。痛いけど、ま、なんとか、なんとか大丈夫そう。はい、はい、オッケー、なんとか、なんとか耐えてるよ。なんとか耐えてるけど、一旦ここで休憩しようか。黒曜石を確か前に置いて、壊せば大丈夫だった気がする。なんかそういうのあった気がする。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ、大丈夫だ。危ない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 。怖い、気をつけて。はい。オッケー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 。どんどん上上がっていって、上上がっていって、エンダーパールで確実に移動する。オッケー、危ねえ。これで全部破壊できましたね。よかった、よかった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 。あとはエンダードラゴンをね、倒すだけですね。はい。
あーめっちゃ飛ばされた。え、これ死ぬんじゃないの。エンダーパール使って、あぶねー、あぶねー、もう完全に黙っちゃったわ。あぶねー、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 やばい、もういろんな意味でやばい。なんで耐えてんの？えぐ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 。待って、これ周りのエンダーマンにめちゃめちゃ攻撃当たっちゃってめちゃくちゃやばいことになってない？大丈夫？あ、プチプチさんになった。プチプチさんになったからめちゃめちゃ体でかい。ちょっと浮いてるぐらいだったら攻撃できるんじゃないの？エンダードラゴン。ほら、ほら、お、攻撃できる。あ、オッケーオッケー、風兵さんになった。おいしょ。おいしょ。だからちっちゃいから、体ちっちゃいからこれ空中で殴ってる。おもろこれ。これはすげえ削れてるよ。オッケー、オッケー、オッケー。あ、待って。え、待って。やばい。俺、ヤギさんになっちゃって、え、なんか、うわ、え？めちゃくちゃバグって、アイテム全部消えてたんだけど、ちゃんと戻ってきました。ほら、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 あ、いい感じのダメージ入ってる。あともうちょいだ。あともうちょい。あ、怖い、怖い。これ前から攻撃するの。待って、あと一発じゃね？ふわ、ふわ、ふわ、オッケー倒した。おー、なんと、今回エンドラ討伐したのは、なんと、ゆうまくんでしたね。はい。まあ、キーさんとも言えるな、これ。まあ、難しいところだけど、とりあえずここ入っちゃいましょう。ということで、今回はですね、いろんな有名実況者さんに変身して、エンダードラゴンを討伐しました。面白かったという方は、チャンネル登録&高評価してくれると嬉しいです。それではね、今回ね、好きに使わせていただいた、方々の、チャンネルはね、概要欄に貼ってあるので、皆さん見てください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。